まだ、ヒリヒリする。ごめんね、ちょっと手加減できなかった。いいさ、俺がバカなことを言ったのが原因だからね。でも、これからどうするの、パト君。正直、時間がないのも理解してる。だけど、頑張ることを一旦やめたい。少し休んでから、もう一度頑張りたいなって思う。いいと思うよ、私は。それで少しでもパト君の気持ちが楽になって、また頑張れるのなら。今は休息がいるんだ。今ここで休めばきっとまた頑張ってくれる。でももし、死ぬほど思い悩んだら私に相談してね。ああ、死ぬつもりはないさ。だって俺が死んだらメリアたちまで死んでしまうからね。そんなことは絶対にしない。うん、これでいい。パト君はこれで死なない。あれ、ならおかしい。パト君はカナちゃんが言っていた通りずっと自殺する気はなかったんだよね。ならなんでパト君は死んだの？確かに傷から見て他殺だった。だけど誰もパト君を殺す動機もなかった。なら、第三者による襲撃。でも今まで何回も繰り返したのにその面影すらもなかった。なら、犯人は誰？どうしたの、ハク。まだ終わってない。今の時間は20時14分。ソフィアちゃんから教えてもらったパト君の死亡時間まで1分しかない。パト君、お願い。とりあえず全力でオーラを出して自分の身を守って。どうしたんだよ、いきなり。早く。せっかく別れてきたんだ。絶対に守る。15分まで残り5秒。5。4。3。2。1。0。なんで？なんで？お前が、襲ってくるんだよ。ハク。余計なことを。殺す手間が増えただけね、これじゃあ。なんでだよ、ハクが俺を認めてくれたのに。まさか、ハクの体を操ってるのか、そうとしか考えられない。どこまでも甘いね、パト君、昔っからそうだよ、あなたは。今の私も大概だけど、どうして高怠慢な道ばかり選ぶんだろうね。少し期待したのに、でも結局ダメだった。今のパト君もダメなパト君だった。誰だ？お前。ハクだよ、パト君、私は紛れもなくハクなんだよ。嘘だ、俺の知ってるハクは俺を殺そうとしない？そうだ、殺すことさえ不可能なんだ、契約があるんだから。そうだね、でもハクなんだよ、私は。もういいや、バレたらもう意味もないし、この計画はやめるよ。嘘だ、私が、ずっとパト君を殺してたの。でもどうして、誰が私を。私、正確には未来のあなたね。なんで、未来の私が、パト君を殺すの。なんで、だって、パト君は私の大事な人だよ。それをなんで、まだそんなぬるいこと言ってるから変えられないんだよ。この腐った袋小路からね。何があったの、未来で何が。いいわ、話せば多少は考えも変わるかもしれないわね。教えてあげる、私の狂わされた人生を。すべての悲劇の始まりはここでパト君が諦めたことが始まりだった。この時の私はパト君の外出に一切関心がなくて、セッカ様とソフィアちゃんで仲良く話してた記憶があるわ。だけど、パト君は一人で全てを諦めた。努力することも、責任からも全てから逃げた。この時はメリアちゃんも、時間が必要だから、とパト君の行動を肯定したの。あの時は誰も否定できなかった。だけどここからパト君だけ訓練から外れ、私たちだけ大会まで訓練をしたわ。結果はもちろん全員惨敗、みんなからの期待を全て応えられなかった。優勝賞品だったオーブもお情けでもらって、本当に惨めだった。そしてここからパト君はより一層努力や責任、周りからの期待から逃げるようになったの。そこから数年は目的もなくただずっと過ごしてた。パト君はずっと部屋でうなされ続け、私はそんなパト君の面倒を見てた。でも私はそんなパト君をずっと愛してた。いつかきっと立ち直ってくれるって信じてたから。それから5年、ここでやっとアリシア、帝国にいる専属神が私たちの居場所を見つけたの。だけど私たちが帰った時にはもともといた配下はほとんどいない、わずか残っていた配下もその時のパト君を見て去っていった。そしてパト君が帝国に帰還して間もなくして戦争が始まった。狙いは帝国という広大な世界だった。もちろん、専属神やわずかに残った配下で応戦したけど、惨敗、専属神はアリシア以外誰も太刀打ちできなかった。そしてその戦争の結末は、帝国の主、パト君の死で終結した。パト君の死と同時に専属神の4名、メリア、アリシア、セッカ、ソフィアの4名は契約に基づき、死亡。私はカナちゃんの作った次元の世界に逃亡した。誰かのものになるなんて絶対に嫌だったから。
私の種族、白銀帝王竜は他国でも忌み嫌われていた種族だったから問題なかったけど、かなちゃんはそうはいかなかった。黄金極真竜は平和の象徴、それに加え、世界で見ても美しかったため、欲しがる男の髪が多かった。かなちゃん、ここも時期に危なくなる、もう別の場所に行こう。はく、なんでこうなっちゃったんだろうね。あのまま地球にいたらよかったんだよ。帝国になんか今更帰るべきじゃなかったんだ。はく、これはね、私への天罰だと思うの。私は数年前、パトの気持ちを知ってたのに見て見ぬふりをしてた。その時はそうした方がいいって思っていたから。それなら私も同じだよ。かなちゃんだけの問題じゃないよ。もうね、私、疲れたんだ。そして翌日、かなちゃんは自分の首を切って自殺していた。そして私は今の現実を認められないから能力で過去に戻ったの。今のあなたのように。そしてここからは地獄だった。最初は戦争前に戻った、パト君を更生させようと思ったからね。すごくひどかった。ずっと吐き気とめまい、ずっと空間が回っている感覚、最悪の気分だった。だけど数十回ほどやってわかった。無理だと。次は、まだ地球にいた頃のパト君を更生させようと時間を戻した。だけど、この時代のパト君はもう期待や努力、責任への強い恐怖心、トラウマがあったから更生が不可能だとわかった。それも何百回も試して。ね。次は大会前、ここではいろいろした。大会に出ないようにしたり、一緒に訓練をしようと誘ったり。だけど、大会は出ないとみんなの期待が、とか、頑張るのは今は控えてるんだ、とか、メディアに任せてる、とか。変なプライドがあったせいで、全然ダメだった。大喧嘩したりもしたけど、それをしたら専属神からも冷たい目で見られたこともあった。ここでは試せる限りのことはしたけどダメだった。ここも数百回という繰り返しをやった。私はもうわからなくなった。どこで道を踏み外したのか、どこで狂ったのか、わからなかった。そして、精神が擦り切れる中、かなちゃんとの最後の会話を思い出したんだ。はふ、これはね、私への天罰だと思うの。私は数年前、パトの気持ちを知ってたのに見て見ぬふりをしてた。その時はそうした方がいいって思っていたから。この発言を思い出して、私は監獄塔を後にしたあたりに時間を戻した。そこにいたパト君は笑ってた。目は面影はあったけどまだ諦めていない表情だった。本当にパト君の笑顔を見たのは時を戻してた時間も含めて、数十年ぶりだった。ここでなら、パト君を更生できる。そう思ってた。私はパト君の説得に行った。でもダメだった。間違いなくここが分岐点のはずなのに、絶望の未来を変える分かれ道なのに、もう片方の道がなかった。ああ、この人は最初からダメだったんだ。そう思った瞬間、私の中でパト君と繋ぎ止めていた思いが切れた感覚があった。私の中の吐き気やめまいは一切消えた。すがすがしい気持ちだった。私の中で、混沌支配、が完全に開花した、そう確信した。そしてもう一つ分かった、その時のパト君を殺すことでその先の、運命の枝、もなくなる。つまり、時を一秒戻し、違うことをするだけで他に生えている枝の方へ分岐が移動する。それは、世界、や、運命、を改変させている。私の力は、超越、を持っていた。ここからはダメな分岐の枝、世界の枝を切る作業に入った。ダメなら殺して切る。それを繰り返していつか絶望の未来にたどり着かない幸せの分岐を。と。だけど、それも数百とやり、まだ残酷な事実を知った。私が直接関与したら強制的に術者の未来にたどり着く。それが分かった。なら私は考えを変え、その時代の私に意識を宿し、見守ることにした。今の時代の私が失敗したらパト君を殺し、今の私と同じように時間を戻し、やり直させる。それをすれば変わるのではないか、と。一回目、まずは気づかせるために誘導をした。時間はすでに過ぎてたから、時間を止めて、パト君のところに行き、殺害、そして時間を動かし、それと同時に現代の白に意識を戻した。私が一度パト君の近くに行ったから匂いを本能で覚えて、現代の白がそのままパト君のところまで行くことができた。結果、私はミスをした。かなちゃんがパト君の死ぬ前の感情を見てしまったから私が犯人だとバレてしまった。二回目、もし殺すならパト君にも感づかれないように殺さないとって反省したわ。二回目、一緒に行くまでは良かったけど、パト君から話を聞かなかったため失敗。私はパト君の油断を狙って首を切った。結果、再度ミスをした。うまくできたのだけど、うまくやりすぎて返り血を一切浴びなかった。そして使用した剣にのみ血が残った。
さすがにゼッカ様にはバレたけど、なんとか現代のハクが逃げ切れたから継続したわ。3回目、これは私も想定外だった。まさかここまでの強行手段を使ってくるとは思わなかった。だけどここから私も想定が崩れ始めた。まずソフィアちゃんから私の役割について話が出てきた。これは本来ここから数年後、帝国で聞かされる内容だった。それを今ここで明かされるとは思わなかった。そして今回、メリアちゃんから役割とともに自身の成長の先を話された。正直、もうバレると思った。自身のあり方を聞いた上で今回の異変、さすがの私も感づくと焦りと諦めがあった。だけど現代の私はパト君のことしか考えてなかったから結局気づかなかったけどね。それで今に至るってところかな。これはパト君を救うための私の役割をやっているだけなの。もう、でもこの世界のパト君もダメだった。だから次の時間の世界に行かないとね。世界の枝を切る。そう、パト君を殺して。ね。